やっちゃいました。落とした下にちょうどね、大きな石があって当たって割れてしまいました。ということで今日はね、ホームセンターで買ったこちらで、仮に修復して海入っていきたいと思います。ハサミで切って貼ってみました。透明なのでいい感じですよね。ホームセンターで350円でした。他にも高いのとかあったんですけども、すごい何メーターとかすごい長くて、しかも防水で良さそうだったんですが、まあこっちにしました。で、これ1ヶ月後もね、今経ったんですけど、水も入らず全然いい感じですね。使えると思います。まあ一つ買って道具箱に入れといていいかとも思います。まあこちらはね、傷がもうちょっと増えたらサーフショップにリペアに出してきれいにしようかなと思います。あと100均でね、UV レジンも売ってるんですよね。まあ、これも一つ入れといて、ちっちゃい傷だったら使ってみようかなと思います。なんかいろいろホームセンターとか100均とかで売ってるので、サーフショップ行く前に見てみるのもいいと思います。改めまして、皆様一日お疲れ様です。エイジスサーフィンの今のりです。11月の宮崎ですね。波は小さいながらも、まあ、たまにセット腰近くあるかなっていう感じなんですが、まあ、面も綺麗なので入ってみたいと思います。で、CI ミッドとツインフィン持ってきました。まあ、どっちへ乗ろうかなって悩んだんですが、まあ、ツインフィンの出番が本当に少なくて、なので、まあ、ツインフィンで最初乗りました。で、これは後半のミッドレングス、CI ミッドの動画になります。先に CI ミッドの動画を出して、次回ツインフィンと CI ミッドのコナミの乗り比べって感じで出してみたいと思います。どっちがね、コナミの時に楽しいのかっていうのを、ちょっと私の中でお話ししたいと思います。で、今日のフィンはこちら、コネクトの8インチです。私の CI ミッド6.8では、まあ8インチのフィンが本命なんじゃないかなと思っています。では、コナミながらやってみたいと思います。おできそうですよね、セットなんとか。Ooh.
今日はコネクトの8インチのシングルフィンでやってみました。コナミだと、まあ、問題なくで大丈夫そうですね、ただサイズある波でシングルフィンでミッドレングス私多分やらないと思うのでちょっと検証できないので、サイズある波だとわからないです。もしかしたら抜けちゃうのかもしれないですけども、まあコナミ、まあ、桃腰腹ぐらいまでだったら8インチでも全然大丈夫そうでした。なので次はね、7インチでシングルフィンでやってみたいかなと思います。で次回の動画はこの日の前半に乗ったツインフィンと、ミッドレングスの乗り比べしてみて、小波の時はねどっちが気持ちよかったのかなどを、まあ、私なりに話してみたいと思います。どっちも一長一短でしたね。まああと波のライディングとか動画を見て、まあどんな感じの違いをなんか感じていただけたらなと思います。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。